はい、皆さんこんばんは、青井翔と申します。本日もアークをやっていくんですが、皆さんここ覚えてますかね。まあ覚えてると思うんですけど、あそこですね、狩人の洞窟、アーティファクトがあった部屋の先にですね、まだ一つ部屋があって、そこにですね、ラバーゴーレムっていう、まあいわゆるボスキャラですね、そういうやつが出てくるっていう話を聞いたんで、今回そこに行くんですよ。で、実はですね、最初にですね、てかこれ撮る前に別に動画撮ってて、その時に戦ったんですよ、実を言うと。ただ録画データがですね、なんと破損してまして、はい、まあ全部おじゃんになったと。なので実を言うと2回目なんですね、そのラバーゴーレムに挑むの。まあ、ただですね、そのラバーゴーレムには挑むのがですね、まあ前情報とかもいろいろ見てたんで、まあ完全初見じゃなかったんで、まあいいかなって思ってます。なんで、まあとりあえず今回ラバーゴーレムにもう一回挑戦するって感じですね。まあこの動画では最初ですけど。なので、途中でですね、ちょっと資源を回収したりだとか、そういう風なことしてたんで、あれ、これ初見じゃなくねっていう風に感じる方もいらっしゃると思うんですよ。多分、アーク詳しい方だったら、ここにあった資源の脇場所ないんだけど、みたいな。なんですけど、初見じゃないです。なので、その点だけ最初にご了承いただければなと思います。はい、ラバーゴーレムがいる場所の入り口はここですね。アーティファクトがあそこにあって、で、まあ大体、まあ、なんでいいかな、斜めですね。グラップリングフック持ってくればすぐです。ちなみに、一回あそこで落っこって死んでます。いや、また来る羽目になるとはな。さて、どこにいるかな。まずは、安全な場所に、行かなきゃいけないんで、ちょっと待った、どこにいる今。ああ、オッケーオッケー、あそこに。出てきた。どこだ？出てきた、そこだ。で、最初にですね、なんて言えばいいかな。ここの水晶がいっぱいあるところ、ここ、何違う、あれか、上か。ここだったかな。そう。この辺りに、まず着地します。で、ここに着地すると、何が起きるかっていうと、まあ、ここから一方的にラバーゴーレム撃てるよっていう話ですね。で、ちょっと待った。で、あれだね、メディカルブリュー、メディカ。うわー、回復薬忘れてきとおる。やばい、食らえない。ほら、あれがラバーゴーレムですね。主観視点でやらないと誤爆する。ちなみに骨格はあれですね、普通のなんていうかな、ロックエレメンタルと同じなんで、ロックエレメンタルと同じような形で倒すことができます。ちなみに特性もほとんどロックエレメンタルと同じだそうです。で、よしまあ、あとここにひたすら打ち込んでいく感じですね。ちょっと待って、危ないんですけど。おおおお、やば、危なかった。やべ、誤爆したわ。よかった。ちょっと待って、鉄装備結構傷ついたんじゃない俺。あ、やべ、半分持ってかれてるわ。あっぶね、打ち刺するとこだった、ここまで来て。あ、ちなみにあそこ入り口塞がってるじゃないですか。 あれのせいで逃げることはできないんで、まあ頑張って勝ってねって話ですね。あれどこ行った、あいつどこ行った。え、マジでどこ消えた、あいつ。ショットガンでどっか行くかな。あ、いた。え、あんなとこかよ。スタックしてんじゃねえか。危ねえな。あった。ちなみになんでここにこういう風に吊るしてあるかっていうと、わかりますかね。あ、待った、ここじゃないな。まあな、こう、まあこの辺にグラップリングフックでこうやって吊るしておくと、ここヘリから撃った時に間違って落っこちるってことがないんです。だからすぐに、上に緊急避難することができると。でもちょっと待って、俺体力やばすぎるんだけど、本当マジで。肉大量にあったっけ俺。確か肉は結構、あ、肉は大量に持ってるね。オッケーオッケー。じゃあいや、この分ちょっと食って回復して、ちょっともう一回体勢を立て直そう。ロケットランチャーの誤爆のせいでひでえ目にあったわ。ここはあれかな、普通に。で、ロケットランチャーが意外と弾速がないっていうか、意外と遅い、ロケットランチャーが本当に。だから本当にね、しっかりね、予測して偏差とかしないと、
結構当たらなかったりする。あ、そこ割れた。じゃあ、新しいのに取り替えましょう。ロケットランチャーの予備、アウトだった。まあいいや。ロケットランチャーは一応、何本だ、確か7本持ってきて、弾が150何発持ってきてるんで、まあ多分大丈夫かな。ロケットランチャーが何発かで確定で壊れるんですよ。なのでまあその前に倒そうねって話で。というか1戦目も対戦して思ってたんだけどね、これね、ボス戦なのにさ、なんか盛り上がる BGM とかそういうのもないんだよね、全然。なんかそれがちょっと悲しいなって思ってる。少し悲しいっていうか寂しいよね。なんかだってこいつほら便宜上恐竜連れてこれないし、しかもロックエレメンタルってあれなんですよ、あのロックエレメンタルっていうか、まあこいつはあのハゲワシとかの攻撃が一切効かないんで、いや効くのかもしれないけど、全なんか1とか2とかぐらいしか効かないんで、まあ、連れてくる意味がないと。だから単身ロケットランチャーとか、あとは爆発物を持ち込んでいって、それでこいつを倒すっていう戦法なんだけど、ただね、要するにあの己の身一つでこいつに向かっていかなきゃいけないわけじゃない。こんなに盛り上がるようなイベントなのにさ、全然さ、ほらこういう BGM とかがないのがちょっと寂しいよねって、そういう話。ここら辺にいられると危ないんだよな、正直。やばい、これ弾足りるか分かんなくなってきたぞ。ロケットランチャーなくなっちゃったが、マジか、まだ倒せないのか。ちょっと待った、もうあれ、これここからショットガンでやっていくしかないですね。もう焼け石に水っちゃ、もう焼け石に水だわこんなん。でもしょうがない、もうロケットランチャーないんだもん。マジかよお前、さっきはこれで倒せたのに。あ、いや待って待った、待って、待って待った、あれ引っかかった、あ、やべ引っかかってる。やばっ、マジか。ちょっと待った、一回外して、オッケー、なんとか帰ってこれるか。オッケー、なんとか帰ってこれた。帰ってきてるって言っていいのか分かんないけど。まさかこんなことになると、おお、おお、倒した、おお、なんとか倒した。おっしゃ、やった。お、いや、諦めないもんだな。ちょっと待った、このまま降りよう。あ、ちなみに、ラバゴーレムを倒すと、いくつかこういう風に赤いクレートが出ます。こんな感じで。あー、よかった。倒せた、なんとか。危ねえ。よし、じゃあ戦利品確認していこう。パラサウロロフスのいいサドルと、金のピッケル。はい、了解。あ、そうそうそう、こういうところにちょっと穴開いたりするからね、気をつけなきゃいけない。で、とりあえずラバーゴーレムがあそこにいるの死体があるから、あそこに行こう。ラバーゴーレムの死体からはですね、いい品質の装備がいっぱい取れたりするんで、まあそういうところですね。はい、何言ってるか分かんない。まあ、とりあえずあれだ、グラップリングフックはあの帰り用に 10本ぐらいはいいや。これは、お、ティラノサウルスのいいサドルのじゃない、これ。来たー、やったぜ。ケイニシたちにつけてあげなきゃ。あそこにやって、こうやって。オッケー。いい感じ。これで、こういう風に。ラバゴーレムは結構、こう乗るときも気をつけなきゃいけないんでね。よし、オッケー。これでいけるかな。よし、オッケー。インベントリー開ける。はい、こんな感じでね、いっぱいいろんなもんが入ってるんで。よし、あと。じゃあ、確認していきましょう。ちょっと待って、今、あれ、やばいの見えたぞ、これ。よし、じゃあ一通り全部手に入りましたんで確認していきましょう。何が手に入ったか。おお、至高のギリーマスク、いいね。あ、ちょっと待った。これあれか。あの、雲のサドルか。で、あれね、なんだっけ、コンパウンド棒だっけ？これちょっと使ったことないんだよね。で、これ。やばくない？これ。ギガノトサウルスの至高のサドル。
これやばいでしょ。ギガノトサウルス手に入れたら絶対これつけてあげたいわ。で、これでしょ、あのティランサウルスのいいサドル、これもいいよね。全員分作りたいんだけど、まあすげえ資源だな。まあそれはしょうがないわ。で、ドエディクルスの思考のサドルの設計図ね。で、あとこれプテラノドンの思考のサドル、誰かにつけてあげたいね。設計図じゃないっていうのがちょっと痛いな。で、これモササウルスの思考のサドル、これはいいでしょう。ただね、これ作業台スタック入んのっていうレベルなんだよね。これ作れんのかな。これなんか作れるのかどうか微妙なんだよね。これこういうのって、だって金属のインゴット1万5000個近く使って繊維2万いくつでしょ。これスタック入んのかなって感じなんだよね。で、あとこれだね、エラスモサウルスかな、これのいいさ、ちょっといいサドルで、スナイパーライフルのいいやつと、あとこれだね、ショットガン、これはいいよね。これから先あのまた洞窟行かなきゃいけないから、こういうのはいくらあっても困らん。で、あとこれだね、ライオットガントレット、まあ今これ着てるこれですね、こいつらと同じような感じで。ただこれもな、なんかそんな着ていくとこあるかなって感じで。ただこれ、ってかこれはでかいな。このライオットチェストのね、いいやつがいっぱい手に入ってるっていうのはでかい。防御力が格段に上がるからね。で、さらにこれようやく手に入った、この毛皮の帽子と、この毛皮のコテの設計図。あとこれだね、地味に嬉しいの、金属の鎧。金属の鎧のね、の設計図が結構弱いんだよね。この防御力159のやつしかなかったから、300近くあるやつはでかい、本当に。で、まあ、あとはそんなに、目新しいものはないかな。あ、でもこれもいいね。思考の毛皮のレギンス。そうそうそう。なんでこれ、毛皮装備の、これが一番当たり。この、毛皮装備のいいやつシリーズが当たりだね。まあ、なんでかっていうと、毛皮シリーズって、ランクが上がれば上がるほど、寒さが、に対する耐性がつくんで、で、凍土の洞窟は結構寒いんで、結構いいやつがなかったりすると、ピンチだったんだけど、これで多分もう寒さ感じることはないでしょう。だからこれで多分凍土の洞窟の方は大丈夫でしょう。問題はこの思考のレギンスがね、設計図だったらここはなお良かったんだけど、まあ、贅沢は言えんわってことで。というわけで今回は無事ラバーゴーレムを倒して、で、まあ、いろいろ装備をうまむことができたっていう感じですかね。まあ、こんな感じですかね。ちょっと絵面が地味なんだよね。ロケットランチャーぶっ放しただけだから。というわけで、まあ、今回はここまでとしましょう。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。